こんばんは。どうもどうも。こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。なんかね、喉が変なんだよね。今日から。昨日ぶりです。翔一さんありがとう。ペンギンありがとうございます。やっほー。個人的に思ったのはあれかなって、ずっとホテルで冷房クーラーつけてるからそれかなとか思ったんだけど、違うのかな、どうなんだろう、コロナの後遺症とかかな、どっちかわかんないや。一光さんありがとうございます。お花ありがとう。陣来さんもありがとう。では中野ひろさんありがとう。山猫坊主さんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。ありがとう。喉の不調の子が多いって、そうなの、なん、そうなのか、みんななってるの、なんでなんで私以外のこと知ってるの。感想なのかな、どうなんだろうね。めっちゃね痛いし咳が出る。ヤンカーさんありがとう。よし。トトトト。こんばんは。そうだよね。まあ別に別にね。私がいなかったら違う子を見るよね。ねえヘラリン、加湿器かつけようかな。普通に空気清浄としてつけてるんですけど今。でも今日ね、東京は今、そう今めっちゃね雨が降ったり止んだりしてるの。だからさっき帰っ、もうついさっき帰ってきたんですけど、もうめっちゃ帰るのに時間がかかった。サーヤンとねちょっとお出かけしてたんですけど、もう帰ってくる間に5回ぐらい雨宿りして、あやばいやばい、雨降ってきた降ってきた、わーって言って屋根のあるとこ行ってしばらく待って、そしたら止んでまた歩き出してみたいな。また移動して、そしたらまた雨が降ってきて、あーって言って大変だった。そう傘持ってかんかったんよね。でもすごいすぐなんだろう、いや降ったり止んだりしてましたね。でコンビニとかで傘買うってちょっと迷ったけど、いや、いけるよ、私たちならいけるよって言ってね、買わんかったんよ。5回は言い過ぎではあって、これが、それが言い過ぎじゃないんよね。それが言い過ぎじゃないんですよ、事実なんですよ。だからね、結構湿気、湿気てるはず、空気湿度高めです。
髪の毛とかももうぽや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 です。ですね。ビルマさんありがとうございます。ありがとう。喉が変。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。そうね、一人部屋です。私は一人部屋ですよ。ツナさんありがとう。ペンギンが通ってる。ありがとう。今日は新幹線が動いてないから東京で待機だったので、ダンスの練習してて夕方ぐらいからヤンヤンとちょっと出かけた。そして今そして今に至る。ケンちゃんありがとう。そうね、私が一人部屋なのはあれかな、来るタイミングが私だけずれ、雨降ってる今もしかして。雨の音かな、すごいなんか音する。一人来るタイミングがねずれてたからかな。カズさんありがとう。今の何だったんだろう、何の音だったんだろう。そうね、他のメンバーは相部屋かな多分。ピルマさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。ありがとう。寂しくならないって、そんなにそんなに。一人が好き人間ではあるので、もうヤンヤンと会ったりしてたからね。そうね、ダンスのさ練習とかを何時まででもできるから、それはめちゃめちゃいい。あーし、そうだね、あのあのキャリーバッグとかさもう広げっぱなしとかにもできるからさそれもいいな。そうね、そういう点では自由ですね。そう、他のメンバーとさ一緒とかだったらさ、部屋だったらちょっとちゃんと片付けてとか言ってちゃんとね、使
の上とかもメイク道具広げっぱなしとかではなくてさちゃんと直してとかしなきゃだから、それは一人部屋の特権かもね。髪切ったって切ってないよ、もうなんかパヤパヤになっちゃってるのでね、後ろにやってるだけ。でも私ちょっと今髪切りたい欲出てきてさ、葛藤してる。でもちょっとしばらく伸ばして、あ、でも本当にね、本当ね、今こうやって見たらさ、めっちゃ髪短いショートの子みたいじゃない？ショートの子じゃん。ほら、なんかほら、なんか、なんでだろう、めっちゃ髪切ったみたいに見える。あ、ちょっと後ろの毛は映らないでいただきたい。確かに確かに短いみたい。ちょっとじゃあ短い感じを楽しもう。配信越しだけ皆さんも短い感じを楽しんでください。イギータさん、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。ありがとう。カズサさんもありがとうございます。なんかね、個人的にはもう全然自分似合う似合わない関係なしに、女の子の髪型として見るなら、ボブが一番好きなんだよね、私。でも多分自分で一番しっくりくるのはもうちょいここぐらい、今ぐらいかな、本来の今の長さぐらいがしっくりはくるよねって感じです。かな、確かに短く見える。なんか風か雨かなんかの音がしてる。何の音だろう。でもちょっと今は私伸ばしたいムードなので、伸ばそうと、しばらくはね、いろんなアレンジを楽しみたいと思ってるので、まだ切らん。ボブ推しですって、それはごめんボブ推しの方はごめん。あ、ツイートしよう。ツイート、何なんだろう、喉。昨日の夜とかもね、めっちゃ痛くて、X にポストします。あ、そうだ、 X にポストします。何ですかツイートって。詐欺ポストした今。詐欺ポストしたよ。よし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 。ああ。リポストしました。ありがとうございます。
あのポストを見てあのポストを見て来てくださる方はびっくりするかな。ヨマイさん、クマありがとうございます。ありがくばーん。どうなんだろう、広島帰ったら喉治るかな、分からんのよね。エアコンのせいなのか後遺症か。今回はさやかちゃんのファンクラブ設立と思っていいって。個人ファンクラブがね、あれだよね、随時順番にできてるよね。わお、どうなんだろうね。でももう味覚はね、戻ったから、もう戻った、もう美味しい、もうご飯が美味しい完璧に戻った。ミシェルボーイさん、結婚は、いや、ツイートにツイートって何ですかツイートに釣られてきたって、ちょっとツイートっていうのは分からない。あれかな、ポストかなX のことかなありがとうございます。そう、なんと私、髪の毛を切ってません。切ってません。嗅覚はね、あれないよね、味覚よりちょっと前から感じてた。うん、嗅覚はシャンプーの香りとかで分かった。これまではもう、これまでいい香りがしてたはずのシャンプーもリンスも本当にもう何にも感じなくて悲しいお気持ちだったんですけど、そこでちょっと分かったね。そう、嗅覚の方が早かった。で、味覚は昨日の海鮮丼からで、そう、ヤンヤンとね、晩ご飯食べた。美味しかったですわ。美味しかったですわ。最強焼きの定食みたいなやつ食べた。お魚、美味でしたわ。ヤンヤンのハンバーグちょっと頂戴しなかったのって。そう、ヤンヤンハンバーグ頼んでたんですけど、ヤンヤンのあの付け合わせの人参をね食べましたというか人参なんて言ってたっけな、人参食べないって言われてそう、かわいい、食べ苦手っぽい、ヤンヤンが苦手だったみたい大
食べてあげました。そう、可愛かった。人参食べない。私は人参食べれるので。食べたね。人参苦手な人って割と多いよね。私のお姉ちゃんも人参苦手だった、ずっと。だからなんでなんだろうね。人参苦手な人いる？この中に人参が苦手な方はいらっしゃいますか？この中に。橋幸さん、結婚はね、やめとこっか。あああ、人参は生が好きですね。なんか人参は生きがいですって書いてるかと思った。すごい人参愛だって思ったら違った。美味しいよね、人参。ね、甘いし。CA さんみたいな聞き方するやんって感じ取ってくださってる。そう、それ意識したよ。この中に。お医者様はいらっしゃいますか？髪切ったんですかって。そうなんですよね。実は髪を切っていません。2回目。本日このくだり2回目。カムカムさん、ありがとう。人参より大根が苦手？え、大根も美味しいやん。大根美味しいよ。ナスも美味しいよ。なんか人の話し声が聞こえる。翔一さん、めちゃかわいい。ありがとうございます。ありがとう。ホテルの廊下って意外と話し声めっちゃ聞こえるよね。苦手な野菜はね、あるかな。苦手な野菜、水菜とかちょっと苦手かもしれん。でも別に食べれないこともないけど。ね、ホテルの廊下って声響くよね。でも普通にさ、メンバーとかと同じ階とかだったらさ、全然一緒に部屋の前まで話しながらとか帰ってるからさ、
結構聞こえてたりするのかな。気をつけなきゃね。え、かぼちゃ？かぼちゃ好き。ゴーヤも好き。え、パクチー私あんま食べたことないかもしれない。あるかな？パクチーそんなないかも。ゆずきちさん、かわいい10個ありがとうございます。ありがとう。え、トマトはね、好きよ。一番と言っていいほど好きよ。この夏はめちゃめちゃトマト食べてる。スーパー行ったら絶対買っちゃう。水菜ちょっと苦くない？嘘、無味無臭ですか？そんな味するよ。スイカはずっと苦手だったんだけど克服した。スイカ美味しいよね。ビルマさん、ありがとうございます。ありがとう。スイカフラペチーノ、今かな、スタバであるよね。新作出てるよね。リコちゃんがこの前飲んでた。まさのれさん、ありがとう。アイメイク変えた。だって今日は普通、今日は普通、あの通常です。今日のメイクは通常です。濃くもなく薄くもなくって感じ。だからそうね、昨日と比べたらちょっと違うかもね。いくごぴょんぴょんさん、ありがとう。つなさん、めっちゃかわいい、ありがとうございます。ありがとう。たんたんたぬきさん、結婚は、受け流す。ヒューガヤさんの結婚は、まあ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 、まあまあまあ、光の当て方変えたんですか？わかりますか？あのちょっと見せていいのかわからんけど、あのなんかさ、わかる？あのよくある扇風機のさ、歯がない、回るのがない扇風機。伝わる？なんて調べたら出てくる。何？扇風機。そう、回る羽がない扇風機。あのさ、このこういう形のさ、空洞みたいになってる丸いダイソン、そう、羽がないやつ、あのお高い、ちょっと待って、画像、あ、ダイソン、そう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 、それのちょっと背の低いバージョンみたいのが
その扇風機が私はずっと机の上に、このホテルはそれがあるんだなって思ってずっと見てたの、この2日間ぐらい。それが置かれてて、光と関係あるって、そう、ちょっとこの話はちょっと最後まで聞いてほしい。それが置かれててね、だからこれは扇風機もあるんだなって思って、すごい羽のないやつだとか思って、でも一回も使ってなくて、でも昨日の夜とかからちょっと喉が痛くなっちゃったから、あ、ちょっとこれはクーラー消してちょっと扇風機にしようって思って、あ、これはこの扇風機初めて使うな、どんな感じなんだろうとか思いながらコンセント入れて電源を押したの。そしたら私は風がねこう吹いてくるのを待ってたのに、そうピカーってパッて光がついてその何だろう、その内側が光って、丸の内側が光ってピカーってライトなんかいってなって、そうということで今ね、そのそちらをこれねこのライトを女優ライト代わりにして使ってます。よく気づいたねよく気づいたね、誰も、もう気づかんかと思ってたから全然話すつもりなかった話でしたそう、だからライトが今日はあるんよ。だから光具合がね昨日より明るくない、そう、明るさを取り戻したんですよ風はそう、風は来なかったね。ライトやったんよということで今日は明るいMC ネタにできるMC ネタかと思ったって、そんな話が長くなっちゃう、そんな MC で話すには。でだからやっぱライト、ほら目に光が入ってます今日は、ほらほらということで結局昨日は扇風機はなかったので、だからもっと喉が悪化したかもしれん、クーラーずっとつけてたですね。してって、私ごめん今何も食べてないはずなんだけど初めて言われたんだけどなんかね食べてる配信とかだったらわかるんですけど、あれ私今何も食べてない、あれなんか違う映像が電波を返して届いてるテロプロ公演チャートリ楽しかったよ、ありがとうございます、嬉しい、私も楽しかったです、とてもとても楽しかったです。次のステージは
次のステージは福岡ですね。福岡でツアーが、全国ツアーで、今夏の全国ツアーで STU 回ってるので、次は福岡が19日にありますので、ぜひ楽しみましょう。楽しみましょうね。はい、うんうん、何、禁句なわけなくない？禁句？どういうこと？どういうこと？どういうこと？はいはいはい。え、髪切ったの？そうなんですよね。実はちょっと心機一転、髪を切ってません。ほんとちょっと短く見えるね。短く見える、いいじゃないか。いいじゃないか。でも今日ね、夕方ぐらいから出かけて息抜きもできたので、また気合を入れて頑張ります。また写真とか送りますわ。写真とかポストしたりしますわ。今日の花火師さん結婚は、ガチでボブカリンに見えた、大成功やん。ドッキリ大成功やん。ポスト。そうよ。今日は息抜きもできて、写真とかも撮ったので撮ったので、もうさ、福岡のさ2日前とか、でももう福岡の2日前がもう明後日、2日前とか前日とか、一番もうやばそう、やばいやばいってなる時に、私はそれを表さずにそう、今日の写真を載せるなどして余裕がある感じを装う。君、ここだけの話、ここだけの話ね。そうだ、こんなにあ、なんかすごい楽しそうじゃんみたいな、あれ余裕あるんだみたいな。そうのをポストしたりメールで送ったりしながら、そう、裏ではまあ、裏ではまあ、まあ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 って感じなんですけど。そう、ゆうたくん、ありがとう10個。ありがとう10個。こちらこそ。こちらこそ。ピタさんもありがとう。かっこいいだって。そう。裏ではそう、汗汗、バタバタしながら、ポストとかは、あ、ポストは待って、ツイとか、X とかは、なんかすごい、あ、なんか楽しそうだなみたいな、あ、なんか出かけてるじゃんみたいな。そう、ここだけの話よ。一個さん、いいねだって。いいね。勉強してないアピールする高校生。よくいる人か、テスト前に。
勉強したって、してないしてないって言って、実はめっちゃしてる人、それでいい点取る人か。じゃあそうそう、それそれそれ目指す、それ目指してるからもう20、私は今何歳、22歳にもなってねそれをかっこいいと思っちゃうタイプのあれ大丈夫かな、精神年齢ちょっと進歩してないんかもしれない、成長してないんかも方向性がもうよくわからんことになってる、方向性が。あとあれね、マラソンで一緒に走ろうね、一緒にゴールしようねって話してて、全然自分より先行く人、こう学生いるいる、やった方をやられた方をって秘密秘密、これはノーコメントで。ノーコメントでお願いします。まあ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 、あとなんだろう、あでもシャトルランとかもさ、えもう私絶対な、もう何回、もう私もうきついの嫌だけど絶対20回でやめるから、絶対やめるからやめようね、そうしようとか言って話してて、実際やめん人分からん、あるあるいるいるだったよこれ。もうちょっと行けそうだからもうちょっと行くねってそう、話が妙にリアルって、まあそれは実体験から来てる話を全部してるのでそう、それはリアルだ。まあじゃあこれもどちらの立場だったかはノーコメントにしとこう。ちなみにでも私シャトルランは本当にできません、本当にできません。一回なんか STU でせんかったっけ、体力テストみたいな、多分それの記録を見ていただいたらわかると思うんですけど、私は 私の記憶が正しければメンバー全員の中で2番目にやめた、早くやめた気がするね。でそう、イモースであったよね、だいぶ前に。え、じゃなかった、2番目ぐらいにもうリタイアしたよ。できる人って本当にずっと走り続けれるのすごくない？え、一番最初ってさ、どうだろう、私の記憶が正しかったら、でも違ったらどうしよう私の記憶が正しかっ
勝ったら、ごめんなさい、むせちゃった。私の記憶が正しかったらあれ、沖さんじゃなかったっけ、違ったっけ、どうだっけ。あ、ほら、沖さん、沖ちゃんってじゃなかったかな、分からん。違ったら本当に申し訳ございません、もうすいません、でも大謝罪なんですけど。だからもう私は、あ、もう先輩も辞めたから、もう私ももう辞めれるって思って辞めちゃった。本当にシャトルランは無理。なんかもう走ってたらさ、喉がなんだろう、なんかもう痛く息できなくてさ、すごい痛くならん、わかる。そう、もう誰か早くやめてくれってなるやつですね。腕相撲3秒で負けちゃいそうって、私のこと言ってます？私のこと言ってますか？私腕相撲本当に強いよ。腕相撲強いよ。ちょっとこれはなんかいつかどこかでお見せしたい。なんかさ、クラコンでさ、サーヤン一発芸の時さ、メンバーと指相撲をしますって前回やってたじゃないですか。私腕相撲バージョンしようかな。いや、本当に腕相撲ね、自信あるんよ。でも分からん、すごい自信あるのもう最後の記憶が小学生か中学生とかだから、腕相撲で最強というほどでもないな、腕相撲で割と勝ち進んでた時代はそれぐらいの時なので、もう今は分からんけど。え、やりたいメンバー腕相撲大会、誰が強いんだろう。え、私割と自信あります。対戦お願いします。みんないいよ、私にかけてくれていいよ。みんな私にかけな。任せろ。ね、イモースの企画とかでないかな。ないかな。リコチ、あ、じゃあちょっと分かった。リコ、工藤さん強そうって、そうね、筋トレとかしてるからね、腕とかも鍛えてるかな。ちょっとじゃあリコちゃんと今度唐突にあの楽屋とかで私行くよ。ちょっと腕相撲していただけませんかって言って、それで、結果はじゃあ報告します。そうしよう。握力はね、ないの。私握力はないんですけど、あの腕の力はあるんですよ。握力大会があったら、それは私にはかけない方がいい。湯切りが強いんじゃないで、確かになんか本気で来そうだね。弓道してたから、あ、でもそれ関係あるかな。弓道はね、力いるよね、それもあるかも。あ、やりたいな、腕相撲大会。
ちょっと今度なんかなんかやりたいことのアンケートみたいなのがあったら書こうかな。スティーズデズモ大会、ですね。パハ。水が美味しい。なんかホテルの部屋ってさ、数時間おきに目が覚める。なんでだろう。2時間とか。わかる？枕のせい？あ、でもちゃんと私あのタオルというかふわふわのタオルはね持ってきてる。枕に引く用マイタオル持ってきてます。もちろん忘れんようにせんとね。なんか前忘れちゃったもんね、そのタオルを持って帰るの忘れちゃったから、今回はタオルはちゃんとキャリーバッグに詰めて持って帰ります。気をつけます。ああ喉が。ホテルのさ、チェックアウトするときってさ、なんか忘れてそうで怖くない？忘れてないとしてもなんか怖くない？え、大丈夫？なんか忘れてる気がするって言いながら私毎回ホテルのエレベーターとか降りてる気がする。ね、あ、充電器とかね、ちょっと忘れがちよね。あ、極上のあるある、あ、よかった、あ、嬉しい。みんなめっちゃ共感してくれる。私さなんか私のあるあるってあんまり共感してもらえないことが最近重なってたのでちょっと自信を失ってたんですけど、あ、嬉しい。あるあるよね、あるあるよね。そう、めっちゃチェックしちゃうよね。わかる。洗面台の方とかもめっちゃチェックする。あ、冷蔵庫に残しがち。あるある。じゃあ私もいっぱい確認してからチェックアウトします。
そうだよね、と言いつつね、結局バタバタして出ることになるよね。バタバタしがち。武蔵郎さん、ありがとう。さっきから思ってたけど、何なんだろう、真珠？真珠なのか。助けてくれ。何なんだろうな。ヤンカーさん、結婚は。だんだんたぬきさん、ありがとう。武蔵郎さんもありがとう。安心してください、実は私龍角散持ってきてるんです。素晴らしい、素晴らしいでしょう。安心して。なんと余ってた龍角散がを持ち歩いてたから、このあと舐めようかな。そう、青いやつ龍角散さ、美味しくない？すごい好きなんだけど私。そう、まさかこんな、なんか喉が不調になるとは思わなかったので、すごい偶然持ってきてた。嬉しい。ですね。ジュンピーさん、クマありがとうございます。ありがとう、リガクマです。クマクマ、もやし生活さんもありがとう。星10個ありがとう。一光さんもペンギンありがとうございます。ありがペンギン。じゃあ今日はそろそろ終わろうかな。龍角さんの飴を、ゆういちさんもありがとうございます。皆さんもね、今日も一日お疲れ様でした。壇上書くってなんかいろいろごっちゃになってる。テロップ書こう。
はい、ということでということで切ってますよ。壇上を読ませていただこうと思います。ドゥダダダン。13位じゅんぴーさん、ありがとうございます。12位山猫坊主さん、ありがとうございます。11位イギータさん、ありがとうございます。10位ヤマイさん、ありがとうございます。9位ゆうたさん、ゆうたくん、ありがとうございます。8位ヒューガヒャンさん、ありがとうございます。7位ゆずきちさん、ありがとうございます。6位つなさん、ありがとうございます。5位いっこうさん、ありがとうございます。4位かずささん、ありがとうございます。3位ビルマさん、ありがとうございます。2位もやし生活さん、ありがとうございます。そして1位しょういちさんです。ありがとうございました。ありがとう。パチ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 。そして明日大吉の方は鳥さんさんです。おめでとうございます。ということで今日も一日お疲れ様疲れ様でした。なんか喉の調子が悪いんですけど、わからん、エアコンか後遺症かわかんないけど、ちょっと留学さん舐めますこの後じゃあね、皆さんもお疲れ様でした。そう、ちょっと喉の限界のため終わります。じゃあね、ありがとう。皆さんもゆっくり休んで明日も頑張りましょう。おやすみなさい。おやすみ、バイ、またね、おやすみなさい、良い夢を。私さ今朝めっちゃいい夢見てさ、まあ、生命になったらいいなと思ったので、幸せな夢を皆さんも見てください。バイバーイ。そう、アイドル関連でめっちゃいい夢見たのじゃあね、おやすみ、バイバイ。じゃあ正夢になったらみんなに伝えるよ。バイバーイ。おやすみなさい。ダダダダン。